狼がいるのかしら。狼犬ウルフドッグだ。詳しいね。これでも犬ぞり使いマッシャーだ。私がポイントマンを務めるわ。スネーク、私についてきて。スネーク、犬の扱いに慣れているんじゃなかったかしら？何するのよ！ここは地雷原。私がポイントマンになるから離れてついてきて。だがレーダーが効かない。地雷探知機も使えんとなると。私に任せて。なぜ地雷の位置が？マンティスに侵入はされたけど、その時ここの地雷のイメージが見えたの。見直した？ああ、少しは。少しなの？
私を置いて逃げた。メリル、私本当新米ね。二度も。大丈夫だメリル、狙いは俺だ。いくら私でも分かるわ。こんな古典的な罠、スナイパーよ。私はおとり、あなたが出てくるのを待ってるんだわ。クソ、私を撃って。ダメだ、銃が自分では型をつけられないわ。謝るな。足でまといにならないって誓ったもの。私こんなだけど、あなたを助けたい、役に立ちたい。黙ってろ、体力を消耗するぞ。違う、甘かった。軍人なんかに憧れて、戦場には何もない、戦争では何も生まれない。私の代わりに生き抜いて、スネーク。そして人を好きになって、私の言葉を忘れないで。さあ行って。メリル、キャンベルさん。くそ、スネーク、それは罠だ。スナイパーが敵を誘い出すために使う手だ。致命傷を避けて、君はメリルを助けに出てくるのを待ってるんだ。おそらく相手はスナイパーウルフよ。フォックスハウンド最高の狙撃手。通常狙撃兵は2人組だが、それじゃあ相手は1人か。持久戦よ。彼女は何時間でも何日でも何週間でもじっと待ち続けるわ。あなたを観察し動くのを待ってる。メリルの体力が持つかどうか。スネーク、そこからウルフが見える？通信塔まで身を隠すところはなさそうだ。おそらく通信塔の2階だろう。通信塔からだとすると、ウルフからは君たちが丸見えだ。その時には絶好の打ち下ろし攻撃ポジション。その距離では通常の武器で攻撃するには遠すぎる。スナイパーライフルが必要だ。大佐、無理をするな。メリルは必ず助ける。すまない。どうしたナオミ。知ってる？あなたの遺伝子には殺人傾向を助長する因子が含まれているのよ。俺が他人の命を救うなどありえないとでも？そこまでは言わないけど。あいにく俺は自分の遺伝配列に何が書かれているかなど知らない。俺は本能に従っているだけだ。野蛮な人。俺はメリルを助ける理由なんかいらない。そう、他人のためにも戦わない。自分のためにメリルを助ける。大佐、心配するな。スネーク、ありがとう。分かったわ、ごめんなさい。
PSG-1 を手に入れたんだな。それがあればスナイパーウルフに対抗できるはずだ。メリルを助けてくれ。
こんなに近いと外す方が難しいわね。武器を前に投げて。ゆっくりね。のこのこと戻ってくるなんて、バカな男。女のスナイパーが。世界の一流暗殺者の 65% が女だってこと知らないの？ここで死ぬか、あの女の死を確認してから死ぬか、どちらを選ぶ？死ぬのはお前を殺してからだ。そう、少しは芯があるね。私はスナイパーウルフ。狙った標的は必ず自分の手で倒す。お前だけは私が狩る。分かった？標的に印をつけたわ。忘れない。お前を仕留めるまでお前しか見えない。スネークを運べ。しっかりと縛り付けられている。俺か？俺は貴様にポジティブな部分を奪われた男。多くの兄弟たちの犠牲の上に生まれ落ちて以来、まさに30年ぶりの感動の対面だ。光と闇の名。この男のゲノム情報も必要なの？殺す前に生きた組織をもらう。ゲノム兵たちの奇病を治療するために。それで治るの？いや、ビッグボスのゲノム情報を手に入れなければダメだ。奴らは交渉に応じたの？まだだ。あいつらが交渉に応じるはずはない。この連中は偽善者ばかり。クルド人としての意見か？いつも政治を優先する。心配いらん。奴らが何よりも避けたいのは新型核兵器が明るみに出ることだ。ボス、スネークがお目覚めのようです。確かに似ているところもあるようだな、我が弟よ。いや、兄貴と言うべきか。まあそんなことはどうでもいい。お互いビッグボスの息子たちの数少ない生き残りだ。俺だ。そうか。で、ふざけた奴らめ。わかった、レイブ、すぐに行く。奴ら交渉に応じない。予定通り10時間後に一発目を発射する。アメリカ人め。読みが外れましたね。これほど強気に出てくるとは。臆病者のホワイトハウスらしくない。それとも何か切り札を持ってるのか。さあ、とにかくこれで記念すべき新型核弾頭の発射に立ち会えるわけですね。俺は発射準備に入る。あとを頼むぞ、セロット。お前はどうする？私のショーを見ていくか？私は興味がない。家族に食事をあげる時間だ。そうか、私のショーより狼の方がいいか。オセロット、局長のようにしくじるな。
分かってます。あれは事故だったんです。ただの民間人があれほど我慢強いとは。おそらく催眠療法による精神防壁が張られていたんだ。ボス、あの忍者は？12人もやられた。あの男はすでに正気を失っている。私も腕を。どうして奴がここに？俺たちの中にスパイがいるかもしれん。マンティスは死んだ。ベイカー社長とオクトパスの死因も調べねばならん。人手が足りない。無駄な時間は取れんぞ。拷問もほどほどにしろ。拷問？俺は事情聴取ですよ。どちらでもいい。じゃあな、兄弟。女はまだこの世界にいる。メリル、また楽しみましょう。あの女は標的を決めると他には盲目になる。時には恋愛感情さえ持つようになる。さあ、これで二人っきりになれた。どうだ気分は？悪くはない。回転ベッドで熟睡させてもらった。一人で寝るにはもったいない。そいつはよかった。このベッドは優れもんだ。じっくりと教えてやる。これからな。俺の装備品は？そこにまとめておいてやる。しかしワシントンも大胆な賭けに出たもんだ。よっぽどお前の働きに期待しているんだな、運び屋。やはりメタルギアに装備されているのは新型の核弾頭なのか？ああ、詳しくはキャンベルにでも聞いてみたらどうだ。大佐に？ところで、あの光ディスクはベーカー社長から預かったものだな。それがどうした？光ディスクはあれだけか。他にデータ？何のことだ？コピーはないんだな。なければいい。メリルは無事なのか？女は死んでいない。ウルフが気まぐれを起こしたおかげでな。だがこれからも生き続けられるかどうかはお前次第だ。鍵を持ってたろ。残り二つの鍵はどこにある？あの鍵の仕掛けとは何だ？仕掛け？あのタヌキ社長が仕組んだとかいうトリックのことだ。知らん。そうか、まあいい。俺はゲームだ、ソリッドスネーク。お前がどれほどの男か試してやる。我慢できなくなったら服従しろ。そうすればやめてやろう。だがその時はあの女の命をもらう。丸ボタンを連打すればライフが回復する。服従したければセレクトボタンを押せ。ライフがなくなるとゲームオーバーだ。コンティニューはないぞ。言っておくが、連射パッドを使おうなどとは思うなよ。スネーク、お前がセーブをしたのは随分前のことのようだな。それがどうした？お前の体が拷問に耐えきれなければ当然ゲームオーバーだ。お前はあの長い道のりをもう一度繰り返す気があるか？悪いことは言わん。服従した方がいいぞ。高圧電流が貴様の体を流れる。短時間であれば命に別状はない程度のものだ。そういう趣味はない。まだ余裕があるようだな。いいかスネーク、お前は戦争捕虜ではない。お前は人質だ。ジュネーブ条約も関係ない。ここでは誰も助けてはくれん。思いっきり感じてくれ。気にすることはない。よし、そろそろ始めようか。では行くぞ。
服従するか、どうだ。まだ終わらないぞ。なかなか強情なやつだな。今回のところはこれくらいにしておこう。さすがはボスの兄弟、グールだ。あの男、若いが大したやつだよ。ハインドで F-16 を撃墜するとはな。あのプロジェクト、レス・エンファントス・テレブレスも失敗ばかりではなかったということか。あんなやつは見たことがない。やつこそ私の夢を実現してくれるかもしれん。先客がいるらしい。ダーパ局長。ひどい匂いだ。予想外の状況というわけじゃない。さすがは伝説の英雄ね。でも無線機が自傷骨埋め込み式でよかったわ。敵に取り上げられずに済んだし、お金でいつでも連絡が取れるもの。あなたの無事も確かめられる。とりあえずキャンベルさんに連絡してみたらどう？あの人なら何か抜け出せる方法を考えつくかもしれないし。頑張ってスネーク。